はい、どうもサトルです。今回はサックスのチューニングで音程を合わせてみようということについてお伝えしたいと思います。楽団とかバンドに入って、じゃあチューニングするよって言われて、え、何それ、そもそも何すんのとか、チューニングしてるんだけど、え、ちょっと合ってなくない、いつになったら合わせられるのみたいなことって経験したことあるんじゃないかなと思います。もしくはカラオケに合わせて自分がメロディーを演奏している時に、なんかずっと音痴に聞こえるなっていうことあるんじゃないかなと思います。これっていうのはそもそもチューニングが何のためにあるのかよく分かってなかったり、チューニングをやっているつもりでもうまくできてなかったりするがために起こるわけですね。なんで今回はチャックスでちゃんとチューニングができるようになる方法についてお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。はい、このチャンネルではサックスが少しでも楽しくなるための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それからツイッターではサトル論理的サックス講師という名前でやってますので、そちらもぜひフォローよろしくお願いします。はい、ということで、なぜチューニングをするのかっていうことをまずお伝えしたいと思うんですが、みんなで演奏した時に和音が正しく演奏されなくなってしまうからなんですね。どういうことかっていうと、チューニングっていうのは同調するっていうことなんですね。で、同調してないとどうなるかっていうと、私はドって吹きますと、で、私はじゃあミって吹きますという時に、ピアノだったらドミソーっていうのがですね、ジャーンって弾けば、基準の音が全部合ってますので、ドミソーってしっかり演奏されるわけなんですけれども、僕らがやってる管楽器だったりとか弦楽器っていうのは音程が変わる楽器なので、ドーって吹く人とドーって吹く人がいて、こっちの人がドーって吹いて、こっちの人がミーって吹いた時に、こっちの人はちょっと低くて、こっちの人はちょっと高かったりするとドーミーみたいになって、なんか本来演奏したいドーミーソーじゃない和音になってしまって、音楽全体がもうむちゃくちゃになるっていうことが起こってしまうわけなんですね。音楽の三大要素にメロディー、リズム、ハーモニーっていうのがあるんですけども、チューニングをしなきゃいけない一番の目的っていうのはハーモニーを正しく演奏しなければいけないからっていうことにつきます。で、じゃあそもそもチューニングをするときどうやってやるのっていう話なんですけれども、基本的にはその基準っていうものが決まってるんですね。昔は基準決まってなかったんですけども、1939年に国際基準で決まりました。これはラの音を弾いたときに 440Hz の音にしましょうねっていう基準が決定されています。でもそうは言っても、吹奏楽だったりクラシックの現場に行くと442で演奏してます、チューニングしてますっていうバンドってあるんですね。で、これはなんでかっていうと、 440Hz よりも 442Hz になっていると少し音が高くなるわけですよね。そうするとちょっと華やかに聞こえるわけです。なので少しでも華やかに聞かせようという目的のために少し音程を上げていることはあります。で、この時の考え方としてとても大事なのが、国際基準がどうだとか僕のポロシーはこうだとか、そんなことはどうでもよくって、その場のチューニングに同調すること、これがとても大事です。一人で音楽をやる場合には別にチューニングなんていらないんですよ、究極的に言ったら。大体楽団だったりバンドだったりカラオケと一緒に演奏するときっていうのは他にも音があるわけですよね。なので他の人の音に合わせて演奏することが、バンドで演奏したときに正しいハーモニーを演奏できるようになる、同調することによって初めていい音楽が演奏できるんですね。なのでその基準がどうだとか、自分がこういうポリシーだとか、そんなことは全部どうでもよくて、そのバンドだったりカラオケだったりにちゃんと合わせて演奏できるっていうこと、これがチューニングをするときにとても大事な考え方です。ただ、なんでうちのバンドは442でやってるんですか、なんでうちのバンドは440なんですかっていうことをちゃんと分かってることはとっても大事なので、指揮者だったりとかコンサートマスターに、なんで基準は440なんですか442なんですかっていうことを一度聞いてみると、その指揮者だったりコンサートマスターが考えてることっていうのがよく分かるので面白いと思います。ちなみに吹奏楽だったりクラシックは442のことが多いんですが、カラオケだったりジャズを演奏するときっていうのは440に合ってることが多いです。ジャズに関して言うと、大体ピアノと一緒に演奏することっていうのが多いんですね。お店に置いてあるピアノっていうのは大体440にチューニングされてることが多いので、それに合わせてみんなチューニングをすると。なんでピアノでラーって弾いて、それに合わせてみんながチューニングするっていうのがとても多いです。で、カラオケっていうのは基本的に音楽ソフトで作られているんですけれども、音楽ソフトのチューニングっていうのは440になってるんですね。なのでカラオケの場合はだいたい440でチューニングされていることが多いです。なのでその現場現場に合わせたチューニングをして演奏できるっていうことはとても大事なスキルなので、ぜひ身につけていただければと思います。はい、ということでチューニングの大切さが分かったところで、じゃあ実際にどうやってチューニングするのっていう話についてお伝えしたいと思います。チューニングが合わせられない原因っていうのは大きく3つあるんですけれども、その1つ目の原因っていうのが、そもそもチューニングが合ってる状態がどういう状態なのか分かってない、これが一番多いです。だし初心者の人はこれ分かんないと思います。こんなこと誰も教えてくれないし、音楽の授業でも教えてくれないので、これを今回はまず分かりやすく解説したいと思います。ちなみにサックスで実音のラでチューニングをするときっていうのは、アルトサックスの場合はハシャープ、テナサックスの場合は C のナチュラルを吹きます。バンドによっては B フラットでチューニングをすることもあると思うんですが、 B フラットでチューニングをするときっていうのはアルトサックスはソ、テナサックスはド吹きます。今回は国際基準の実音のラが 440Hz に合わせることをまずやってみたいと思います。
どうやってやるのかっていうと、まず合ってる状態の演奏をしてみます。でその後にずれてる状態の演奏をします。これがずれてる状態ですよっていうのを高い状態と低い状態と両方演奏します。その後もう一回チューニングが合ってる状態の演奏をします。これを聞き比べることによって自分の耳をまず鍛えてください。この違いをまず聞き取っていただければと思います。では、早速やってみましょう。まずは合ってる状態から演奏してみますね。はい、次に合ってない状態、高い状態を演奏してみます。はい、今度は低い状態を演奏してみます。もう一回合ってる状態を演奏してみますので、よく聞き比べてみてくださいね。はい、聞き比べてみて分かりましたか？音程が合ってる状態の時っていうのは基準の音に対して僕が吹いてる音っていうのがほとんど溶け込んで違う音に聞こえないぐらい同じような音になってると思います。逆に合っていない状態っていうのは不協和音みたいにウニョ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 っていう音になっていたと思います。で、この違いっていうのをまず聞き取れるようになってください。もし聞き取れなかったら、さっきのところをもう一回何回も何回も聞いて聞き取れるようになってください。これが聞き取れるようにならないとチューニングを合わせられるようにはなりません。まず合ってる状態がどういう状態なのかっていうのをしっかり分かるようになりましょう。サックスのチューニングで音程が合わせられない原因の2つ目は、自分が吹いている今の音程が高いのか低いのか分かんないということで、これの対策としてはとにかくまずは吹いた音を下げてみるっていうこと、ゆっくり下げてみるっていうこと、これをやることによって自分の音程が高いのか低いのかっていうのが分かります。どういうことか、ちょっとやってみたいと思います。まず自分の音が高かった時、音程を下げるとどういうことが起こるのかやってみたいと思います。最初に吹いた時よりもだんだんうねりがうにょ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 うっていう風にうねりがだんだんなくなっていったのが分かると思います。もう一回やりますね。こんな感じです。この違いがまず分かるようになること、これすごく大事です。で、音程を下げていった時にだん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 うにょうにょうにょうがなくなっていく状態、これは自分が今高い状態なので、その状態の時にはマウスピースを抜きます。で、次に音程が低い時どうなるか、こんな感じです。音程を下げれば下げるほどむにょむにょの部分がどん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 増えていったのが分かりますか？むにょ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 って、これが自分の音程が低い時の状態ですね。もう一回やります。こんな感じですね。自分の音程が低い時はマウスピースを入れるわけですね。で、音程を下げる時のポイントはなるべくゆっくり下げることです。ゆっくり下げないと合ってるポイントをすぐ通り過ぎてしまうので聞き分けるのがとても難しいです。なので唇をだん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 開ける、少しずつ開けるっていうことをやることがとても大事なので、ゆっくり開ける練習をしてみてください。はい、そしてサックスのチューニングで音程を合わせられない原因の3つ目は、自分で音程を上げたり下げたりすることができないっていうこと、もしくはその幅がすごく少ないっていうこと、こういう時に音程を合わせるのは難しくなります。自分で音程を上げられない下げられないっていうことは、音程が合ってる状態に近づけたり遠ざけたりすることができないっていうことなんで、これはチューニングがとても難しくなります。なので音程を上げたり下げたりできるようにまずなりましょう。で、音程が上げられない場合っていうのは、大体の場合は下唇が噛みすぎてしまっていて、これ以上音程が上がらない状態になっていることが多いです。どういうことかっていうと、例えばこんな感じですね。この状態ではすでに音程は上がりきっている状態なので、これ以上音程を上げることはできないわけですね。で、大体こういう状態になっている人っていうのは、そもそも息の支えができてないことがとても多いです。息の支え、そしてブレスの体の使い方っていうのがそもそもできていないことが多いので、まずはそれをしっかりできるようにしましょう。こっちに動画があるので、それをぜひ見てみてください。次に音程が下げられない場合、音程が下げられない場合っていうのはもう口が開ききっている状態ですね。初心者で始めたばっかりだとどれぐらい噛めばいいのか分かんなくて怒っていることがたまにあります。こんな感じの音になります。この状態になって
る時っていうのはもう口が最大限まで開いてしまっていて、これ以上下げられない状態になってしまっているわけですね。なんでこういう方は少し口を締めてあげてください。リードに対して下唇を少しグーッと上げるような感じですね。でこの時に顎の力でグッと噛んでしまうとリードの中心が潰れてしまって、あんまりいい音ではなくなってしまうので、口角をグッと上げるようにするっていうのがポイントです。こういうことですね。でこの筋肉の使い方すごく難しいので、アブシャの解説としてこっちの動画で紹介してますので、ぜひそちら見てみてください。はい、ということでサックスのチューニングで音程が合わせられない時の原因と対策についてお伝えしました。ここまでで役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。で次にぜひちょっと一緒にやってみてほしくって、僕が演奏しますので、それに合わせてやってみてください。基準の音が4拍鳴ってる間にせーのと僕が言いますので、そのタイミングで一緒に吹き始めてください。で8拍ロングトーンをしてる間に僕が音程を下げていきますので、その感じを聞き取ってください。ではいきます。せーの。どうですか？自分が吹いてる音に対して他の人の音程が下がっていく感じ、分かりましたかね？で今度は僕上げていきます。せーのの後に8拍ロングトーンをしてください。やってみましょう。せーの。はい、他の人の音が上がっていくとどんな感じになるのか分かったかなと思います。で今度は僕がずっと基準の音を6拍伸ばしていますので、その間に音程を下げていってみてください。やってみましょう。せーの。はい、こんな感じですね。で次は音程を上げていってみてください。せーの。はい、どうですかね。実際こうやって一緒にやってみると、自分の音程が上がっていった時、そして下がっていった時にどういう音の変化が出てくるのか、そして合ってる時にどういう音になるのかっていうことが少し分かったんじゃないかなと思います。この感覚を何回も何回もやって、さっき説明した音程が合ってる状態に自分の音程を持っていくことができるようになれば、チューニングがしっかりできるということになりますので、ぜひできるようにしていただければと思います。はい、今回はここまでです。役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価、それからチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それからもし今自分がちゃんとできてるか分かんないなっていうことがあったら、僕通信レッスンをやっていますので、概要欄からぜひ見てみてください。こちらに表示されている関連動画もぜひ見てみてください。それから僕のチャンネルページにもレッスン動画たくさんありますので、そちらもぜひ見てみてください。ということで今回は以上になります。次の動画でまたお会いしましょう。またねー。